んのメラゴンズバラエティ。さあそれでは早速やってまいりましょう。エクストリーム収集靴高橋ひろと、未来は僕らの手の中。はい、ちょっと別のひろと最初にやっちゃいましたけど、今回は高橋のひろとさんの方でいきたいと思います。それでは早速基本情報からいっていきたいと思います。はい、高橋ひろと投手でございます。もうドラゴンズファン知らない人いないです。はい、中京大中京からね来てくださった方ですけれども、もともとご出身は尾張旭日ですね、愛知県でございます。2002年の8月9日生まれのまだ20歳でございます。はい、右投げ右打ちですね。スプリットがめちゃくちゃいいいいものを持ってる。それから直球も強いです。はい、最速158、ハマスタで確かマークしましたね。私確かこの試合見に行ってました。結構ハマスタのスピードガンって割とスピード出るんですけど、でも158でもあれって今ライデルじゃないよねと思って、確か1回とか2回結構序盤に出たはずなんですけど、私は何回か目こすって、んライデルじゃないよな、ジャリエルでもないよなっていうやったのを覚えてます。そのくらい、直球も強いでございます。はい、球界の未来を担う次世代エースと書かせていただきましたが、もう本当にドラゴンズの枠を超えて世界MLB っていう可能性もある選手です。実際にあの WBC の強化試合ですね、侍ジャパンの強化試合にもメンバーにも選ばれてこの間登板してましたので、本当に世界に視野を広げることもできる、そんな期待がある選手でございますね。なんといっても今年もものすごい活躍をされてましたので、2022年の活躍についても触れていきたいと思います。はい、防御率 2.47 でございます。そしてやっぱりすごいのはここでございます。奪三振134。はい、セリーグ3位です。ぐい。9月くらいにですね、私この奪三振1位、ちなみにあの戸郷選手ですね、ジャイアンツの戸郷投手なんですけども、戸郷投手と高橋宏斗投手のマッチアップの試合見に来ました。すごかったですよ。息するように奪三振取ってて、ポン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 っていう、どん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 出てって、ああこれを私今見てるのって本当に世界レベルの試合なんだろうなっていうのを思いました。ただ本当にそんな感じで淡々と試合進んでくんで、見応えはあんまりなかったですよ。で、まあ、ドラゴンズ選手がもうちょっと打ってくれたら、見応えあったのかもしれないですけど、その話はもうちょっと後でちゃんとお叱りしますから、ね、いやーすごいですね。ちなみにこのセ・リーグ2位は小笠原慎之介投手なんですよ。これねすごいですよ。小笠原慎之介投手もまだ25歳かそのあたりなので、まだまだ若いです。そして高橋宏斗投手は20歳ですから、しかも左右です。右と左のエースがもういるんですよ。ドラゴンズの未来って安泰じゃないですか。これまたね、また20歳の代にはね、上田投手っていうのも左でいたりするので、本当にドラゴンズの投手陣は王国ですよ。これとんでもない未来が、どんな未来が僕たちを待っているんだろうってあいみょんも言ってましたけど、あいみょんもびっくりするぐらいのもう時代がすぐそこに来てます。まあ一応今年の活躍もね、もう一回触れておきますね。勝ち星が6、負けが7ですが、はい、ここで IF です。米田2003も IF をね途中で入れてましたけど、私も IF を入れさせてください。もしも全試合3点援護なら、はい、もしドラゴンズが高橋宏斗選手の登板日に3点ずつ入れてたら13勝1敗でした。叩かないですけど、物には当たらないですけど、これができてたら今年の新人王とかもできたんじゃないかとか思っちゃいますけど、そのくらい3点の援護さえあればこの記録を打ち立てられてたんですよ。珍しいですね。私が黙っちゃうのは本当に珍しいんですけど、これだったら今年の新人王とかもいけてたんじゃない
打線の皆さん、何やってんだ、ダメですよ、本当にもう。いや、でもそのくらい高橋選手はすごかったってことなんです。それはもう、ちょっとここには現れてないけど、皆さんそれだけは分かっててくださいね。この二十歳のホープが、こんだけ今年活躍してくれてたんだよっていうのは、ドラマルーム見てる皆さんも分かっててほしいです。大丈夫ですか？伝わってますか？さあ、行きましょう。そんな、実はめちゃくちゃすごいことをやってた高橋宏斗投手なんですけれども、今年に来るまでは、ものすごくじっくり育てていたというものがありますので、はい、宏斗の歩みというコーナーを今回作らせていただきました。はい、今年に至るまで、そうですね、今のところまで分かっている情報をちょっとまとめましたので、よかったらちょっと皆さん聞いてみてください。はい、まずですね、去年、2020ドラフトで入ってきていますので、2021年からが高橋選手のプロ生活がスタートですね。2021年、実は一軍の登板はないんです。そうなんです、今年に入ってからなんですよね。はい、これは何かというと、やはり体を慣れさせるためだったりとか、プロとして戦っていくためにファームで実戦をじっくり積んでいたんですね。時にはストレート縛り、球種縛りなんていうこともして投球術を磨いていったんです。そのじっくりかけた1年間の我慢があったから、しっかりとした土台ができて2022年につながったんですね。2022年になってからも落合ヘッドとのミーティングを毎試合重ねていたみたいです。そう、この試合が終わったらビデオで一緒にチェックして、ここはどういうことを考えてこう投げたんだっていうのを繰り返し繰り返しミーティングを重ねて技術を磨いていったみたいです。それから10日間間隔登板、言えたー、よかったー、10日間間隔登板なんです。10日間必ず間隔を空けて体が壊れないようにしていたんですね。ここだけはめちゃくちゃちゃんと守っていたんです。なので球団としても絶対にヒロト君を大事に大事にしていかなきゃいけない、そういういろんな人のトレーナーさんとかもきっとね、思いがあったんだと思いますけれども、そういういろんな人が大事に大事に育て上げているのが高橋選手なんです。そしてその活躍が実り、侍ジャパン強化試合に呼ばれました。栗山監督からのご指名をね、私の大好きな栗山監督の指名です。そして登板して3イニング無失点でございます。高橋選手、どうやらこの強化試合で使われる国際規格の球にもなれるように落合ヘッドと練習をしていたっていうのがドラゴンズインサイドにも載ってましたね。その時にね、落合ヘッドがこんなことを言うんですよ。なんだかヒロトは遠くに行っちゃいそうだね。遠くっていうのはどういう意味ですか？海外って意味ですか？わかりますよ、海外に行ってしまえるほどのポテンシャルを持ってる、わかりますよ。でもドラゴンズで、まずはドラゴンズで優勝してほしい、そんなこと思ったりしますね。まあ、そんな未来につながるも動きがもう出ております。山本由伸さんですね、オリックスのあの沢村賞を取っていらっしゃる山本由伸さんと今年自主トレをしていると立浪監督がラジオでお漏らししてしまいました。いいんですかこれ、言っちゃって大丈夫なんですかね。私あの清原さんとね、立浪監督の生放送のラジオを聞いてたんですけど、この話言っていいのかなっていう話がどん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 ね、保守とトレードしたいみたいな話とか、それなりの核の用意しておりますとか言ってましたけど、言っちゃって大丈夫なんですかって思ってるんですけど、まあ言ったんでも使わせていただきます。ドラバラでも自主トレをしてると、はい、今年もより山本選手のエッセンスも入ってとんでもない逸材にはなっていくんでしょう。もうもちろんね。さあ、そんなえげつない高橋選手なんですけれども、エピソード、はい、私ファンフェスタで高橋選手の素顔を見てしまいました。なんとね、この方投手キャプテンというのをやられてたんですね。ファンフェスタは投手チームと野手チームに分かれて戦うので、その投手チームのキャプテンとしてやられていました。
野手チームのキャプテンは郡司キャッチャーですね、郡司選手がやられていたんですけれども、あっち向いて包囲をするときにですね、高橋選手はこんなことを言います。切り出していくぞ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、切って、多分あの私がよく米編で書く方のあの木だと思うんですけど、ちょっとそういうお茶目な面もあったりするみたいですね。またこうその紅白戦をやるときに投手の選手のこの名前を呼ぶときに、ピッチャー柳裕也とか言ったり、ちょっとね盛り上げ上手なところもあったりするんですよね。なんかこの侍ジャパンの強化試合ではみんな知らない人ばっかりだから緊張するみたいなこともおっしゃってたんですけども、でも実際山本由伸選手と自主トレできるくらいにこうコミュニケーション取れてるんで、実はコミュニケーションもすごい、コミュニケーション力もすごい、やっぱり世界に出ていく素質がいっぱい詰まってますね。知れば知るほど遠くに行っちゃうんじゃないかなと、私も落合ヘッド同様思ってしまうところもあるんですが、彼の未来は無限大でございます。さあ最後締めくくらせてください。高橋宏人投手とはその手で開く未来は無限大でございます。どんな世界も広がってると思います。もうどこまで行けるのか私たちの想像つかないところまで来てると思いますが、うん、まずはドラゴンズを日本一に、優勝に導いてほしいなと思います。ひろとくんが喜んでる姿を私は見たいです。皆さんも見たいですよね。さあ今年のひろとくんがここが楽しみだなんていうところがありましたら、ぜひコメント欄に書いてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えー